平野翔ソロ、透明になりたいが切なすぎる。ウンディープロデュースの世界観に感動。ガンユータ、セルフプロデュース曲、レシピがオシャレすぎる。神宮寺ユータソロ、バイ7分の24が良すぎる。ナンバーアンダーライン愛のファーストフルアルバム、ノーオーイチがついにリリースされ、ファンたちを歓喜させています。アルバムがリリースされると同時に、SNS 上では早速、待ち望んでいた。 という声や感動のコメントがあふれ、特にハッシュタグラインミュージックでの配信スタートに多くの人々が耳を傾けています。この作品は、ただのアルバムではなく、アーティスト自身とファンが共に作り上げた宝物のような一枚であり、その背景には多くのストーリーが詰まっています。アルバム全体の魅力と思い、n o には、メンバー自身が作詞作曲に挑戦した楽曲を含む13曲が収録されています。 それぞれの曲には、彼らが長い時間をかけて磨き上げた思いと音楽性が詰まっています。特に、ファンに向けて届けられたラブソング、I.L.Y. は、メンバー全員が共に作詞作曲を手掛けた特別な曲です。ファンとの絆を感じさせる温かいメッセージが込められており、聴く者に優しさと愛を伝えます。I.L.Y. というタイトルの S があえて付けられていない点に注目すると、 これは一人一人のファンに向けたメッセージであるかのように感じられます。この曲を通じて、彼らのファン一人一人への思いが感じられ、まるで彼らが直接語りかけてくるような感覚に包まれます。メンバーの個性が際立つソロ楽曲。このアルバムの特徴的な点は、各メンバーのソロ楽曲が収録されていることです。それぞれのソロ曲が持つ個性やメッセージが、 メンバー一人一人の音楽的な成長や情熱を如実に表しています。1・平野翔透明になりたいプロデュース・ウンディ平野翔のソロ曲「透明になりたいは」はウンディがプロデュースを手がけており独特の感性と世界観が融合しています透明感のあるメロディラインと切なさが交錯するこの曲は平野翔自身の歌声がウンディのプロデュース力と見事に調和しています 彼の繊細な表現力が、まるで自分自身の心の中に入り込んでくるような感覚を与え、ファンはその独特な雰囲気に引き込まれます。2、神宮寺ゆうバイ7分の24プロデュース、キーイン・フロム、CK ・シー・ケ k 次に、神宮寺ゆうのソロ曲、バイ7分の24。キーイン・シー・ケーがプロデュースを担当しており、ポップでキャッチーなリズムと共に神宮寺の魅力が最大限に引き出されています。 この曲は、恋愛をテーマにしたラブソングで、彼の柔らかい歌声とともに、リスナーの心に優しく響きます。歌詞には彼のリアルな感情や経験が垣間見え、日常の中にある恋愛の一瞬一瞬を捉えたかのような、情景が浮かぶような曲に仕上げがっています。3、ガン・ユータ、レシピセルフプロデュース。最後に、ガン・ユータのレシピはセルフプロデュースによって生まれた曲です。 彼自身の音楽的なセンスや情熱が詰まっており、その高いクリエイティビティに驚かされます。リスナーからは、岸君のプロデュースマジで時短とか関係なくぶっ刺さる、という声も上がっており、そのサウンドや歌詞の奥深さに感動を覚える人が続出しています。レシピは、おしゃれで洗練されたメロディーが印象的であり、聴く者に新たな音楽体験をもたらしてくれます。ファンの反応とアルバムのインパクト。 アルバムがリリースされると同時に、ファンたちはそれぞれの曲に対して熱い反応を見せました。ナンバーズやアイスといった楽曲は、ライブでのパフォーマンスを想像させるような力強い印象を与え、多くのファンが、早くライブで聴きたいと心待ちにしている様子がうかがえます。また、岸優太の英語の発音の良さや、各メンバーの歌声の表現力に感動し、 その歌声が心地よくて耳が溶けそうという表現まで登場しました。ファンの声から見えてくるのは、このアルバムがただの音楽作品ではなく、ファンとメンバーとの絆を深める共通の体験であるということ。曲を聴くことで、ファンはメンバーたちの成長や感情を共有し、一緒にその瞬間を楽しんでいるのです。音楽性の進化とこれからの展望。ノイチは 単にメンバーが個々の才能を発揮するだけでなく、彼らが一体となり、一つの物語を作り上げるアルバムでもあります。プロデュースや作詞・作曲に挑戦することで、彼ら自身がアーティストとしての幅を広げており、その進化を目の当たりにすることができます。彼らの音楽性はますます多様化し、今後の活躍に対する期待が高まるばかりです。また、アルバムのタイトルである、のう1には、一番や、 最初といいいった意味合いが込められていることでしょうこのアルバムがリリースされたことは、彼らにとって新たなスタートラインでもあり、ファンにとってもこれからの彼らの成長を見守る重要な節目となるはずです。未来への期待とさらなる成長。脳一を聞き終えたとき、リスナーの心にはこれからのナンバーアンダーライン愛への期待感と高揚感が残ることでしょう。彼らが示した音楽の多様性や表現力は、 まさに彼らが進化し続けていることの証です。アルバムを通じて、ファンは彼らと共に笑い、涙し、時に励まされ、彼らの音楽を通じて多くの感情を共有することができました。それぞれのメンバーが作り上げたソロ楽曲は、個々のアーティスト性を表現するだけでなく、3人が集まった時に生まれるシナジーを改めて感じさせるものでした。特に、透明になりたいや、 倍7分の24レシピといった楽曲は彼らがアーティストとしての枠を超えて一人一人の感性を具現化したものといえます。このような多様性こそが彼らの魅力をより際立たせているのです。またファンたちが SNS やブログなどでシェアする感想や反応を通じて No.1 の楽曲は彼らの生活の一部となり多くの人々にとって日常を彩る存在になっています。 毎日このアルバムを聴いて癒されています。辛い時に彼らの曲が支えになったなど、さまざまな声が寄せられており、それが彼らの音楽が持つ力と、ファンとのつながりの深さを物語っています。音楽の力で届けるメッセージ。n o ーアンダーラインイはこれまで以上に自分たちの音楽を通して、ファンに対して誠実なメッセージを伝え続けています。特に、今の時代は情報があふれ、 孤独や不安を感じることが多い中で、彼らの音楽はその心に寄り添い、勇気や希望を与えてくれる存在となっています。ILY のように、まるで一人一人に語りかけるような楽曲は、彼らがどれだけファンのことを思っているかが伝わり、その真摯な姿勢が多くの人々を感動させています。ファンと共に歩む、これから。彼らの旅はまだ始まったばかりであり、これからも新たな挑戦や成長を見せてくれることでしょう。 今後、ライブパフォーマンスや新曲のリリースを通じて、ますます進化し続ける、ナンバーアンダーラインアイの姿を目の当たりにすることができるでしょう。ファンたちが待ち望むライブで彼らがどのようなパフォーマンスを披露するのか、そしてこれからどんな物語を紡いでいくのか、その期待は高まるばかりです。彼らの音楽の旅は、私たちファンの旅でもあります。それは、彼らが作り出す音楽に触れることで、 私たち自身も新しい感情や発見をする旅でもあるのです。n o チというアルバムは、その旅の最初の一歩であり、これから続く素晴らしい冒険への入り口でもあります。今後も彼らが届けてくれる新たな音楽やメッセージを楽しみにしながら、私たちファンは彼らの歩みを支え、共に未来を築いていきたいと願っています。彼らの歌声は、私たちにとっての、音楽の道しるべとなり、 これからも心の中で響き続けることでしょう。ナンバーアンダーラインアイがこれからどんな新しい音楽を生み出していくのか、その先にどんな未来が待っているのか、それを共に見届けられることはファンにとって何よりも幸せなことです。そして、その未来がどれだけ遠くても、彼らと共に歩んでいく覚悟がファンにはあります。なぜなら、彼らの音楽は単なる一時的な流行ではなく、 私たちの人生の一部として共に歩み続けるものだからです。さあ、これからもナンバーアンダーライン愛と共に、新しい音楽の旅を続けましょう。そして、その旅の中で出会うであろう数々の感動や喜びを、私たち全員で共有し、楽しんでいきたいと思います。n o というアルバムは、その旅の始まりにすぎません。この先に広がる未来に、 彼らと共にどれだけ素晴らしい景色が待っているのか、その期待は膨らむばかりです。今後もナンバーアンダーライン愛の音楽に耳を傾け、彼らが紡ぎ出す物語を共に楽しみ、応援し続けていきましょう。そして、この音楽の旅がいつまでも続くように、私たちもその一歩一歩を共に歩んでいきたいと願っています。ありがとう、ナンバーアンダーライン愛。 これから脳一は、メンバー3人がそれぞれの個性と音楽への情熱を最大限に表現した作品であり、ファンとの絆を強く感じられる特別なアルバムです。それぞれの楽曲が彼らの思いや経験を映し出し、その声やメロディーが一人一人のリスナーの心に深く届いています。このアルバムを通じて、メンバーたちはファンと共に歩む音楽の旅を新たなステージへと進めているのです。 さあ、脳一の世界に浸りながら、メンバーたちと一緒に新たな物語を描いていきましょう。そして、その旅が続く限り、私たちはいつまでも彼らのそばにいることでしょう。最後に、音楽の持つ力とその先へ。脳一のリリースは、ナンバーアンダーライン愛にとっても、ファンにとっても大きな節目となりました。このアルバムが生み出した感動や共感は、彼らの音楽が持つ無限の可能性を示すものです。 そしてその音楽の力がどれだけ多くの人々の心に寄り添い日常を彩る存在となっているかを改めて感じることができました。